効果で効果ドロン。皆さん今日は皆さんに見せるために乗ってますよ。はい、とにかく皆さん、はい、皆さん、とにかく私が韓国に帰ってきて、韓国が PM2.5 がなくて、なんか天気がすごく良かったですよ。私が帰ってきてずっと、それでどうしたとってなりましたけど、最近またPM2.5 が始まりました。あいご、それで最近はちょっと遠く見たら、ちょっとなんて言いますかね、鮮明に見えないですよ、建物とかが。それで逆に今567のせいで毎日マスクしてるので、それが良かったってなりますよね。はい、それじゃないと面倒くさくてマスクしない日々も多かったと思いますけど、はい、とにかく日本は PM2.5 がなくてよかったですけど、韓国でも帰ってきてなくてよかったですけど、最近はまた PM2.5 が始まって、今日も PM2.5 悪いですよ、すごく。今日は PM2.5 がめちゃ悪いじゃけん、マスクしないとダメとよってことで、はい、とにかく皆さん、あ、とにかく今日のテーマは皆さん、前の動画で私が言った This is Never Then のブランド、私もこれも This is Never Then ですよ。そして私はなんでスーパーに来たかって言ったら、あのお茶を買おうとしてますよ。お茶、私はトウモロコシ、これがいいですね。でもですね、皆さん、私が日本が恋しい時が、お茶飲みたい時、日本で大きい緑茶がすごく飲みたいですよ。でも韓国では緑茶そんな大きいペットボトルで売ってないので、それがちょっと残念ですよね。あいご、はい、とにかく、はい、とにかく私が、はい、とにかく、はい、とにかく、はい、ってことで。